スンダモンの人物1分解説、オタージュリア。オタージュリアについては、安土桃山時代の朝鮮人女性で、文禄慶長の役の際に日本に連行され、後にキリスト教に改宗して小西家の有志となった人物です。オタージュリアは、出自は不明ですが、朝鮮人の娘とも、朝鮮の領藩、南蛮、最階級、娘とも言われます。保護された際、名を聞かれ、おふた、と答えたのが転じて、おた、と呼ばれるようになったという説があります。小西夫人のもとでキリシタンの洗礼を受け、ジュリアの名がつきました。関ヶ原の戦いにて敗れた行長が処刑されると、徳川家康に仕えましたが、幕府の禁教令後も信仰を捨てず、伊豆諸島に流されました。どの地においても熱心に信仰生活を守り、島民の日常生活に献身的に尽くしました。1622年2月15日付の書状によると、オタは神津島を出て大阪に移住して神父の援助を受けていました。その後は長崎に移ったとも言われますが、その後の消息及び最後については不明です。